日本アニメは旧約聖書を参考にしてると思うけど、日本のアニメに頻繁に登場する教会の描写について海外の視聴者からは特異な印象を受けるという声が上がっています。多くの作品でキリスト教の象徴である教会が敵役や悪の組織として描かれるケースが目立ちます。この点に関しては歴史的背景を振り返れば、日本がキリスト教に特別な愛着を持っていないという事実が根底にあるようです。これにより様々な視点から意見が交わされており、中にはローマ法王さえも日本の作品でのこのような教会の描写に衝撃を受けているとの報告があります。今回の動画ではそうした日本のアニメにおける教会や天使の悪役化に対する世界各国からの反応を詳しくお伝えしていきます。実を言うと、教会がアニメでよく登場するのを私はとても楽しんでいるんだ。特にベルセルクみたいな作品では教会やその魔法のシステムがどう使われているかが興味深い。それに悪魔城ドラキュラやヘルシングアルティメットのような作品では教会の描写が実に風刺的で魅力的にさえ感じるよ。私はカトリック教会の権威主義的な構造や悪魔が天使よりもクールに見える理由がわかる気がする。アニメは宗教を一種のフィクションとして扱い、それによって新しい視点や解釈を提供してくれるんだ。西洋の作家たちが外国の宗教、時には自分たちの宗教さえも適切に表現しているとは思えないことが多いから、日本のアニメがこのように自由に宗教的なテーマを探求できるのは素晴らしいことだと思う。一方で日本のアニメ制作者たちは宗教的な象徴や教会を異なる視点から描く自由を享受しています。彼らの作品ではキリスト教をはじめとする宗教が必ずしも伝統的な解釈に縛られることなく、創造的な物語の要素として取り入れられています。これは日本独自の宗教観と文化的背景によるものかもしれません。アニメは宗教を我々が一般的に受け入れているものとは異なる形で提示するんだ。例えば悪魔が同情的なキャラクターとして、神や天使が悪意の象徴として描かれることもある。このような逆転は視聴者に新たな視点を提供して宗教的なテーマや教義に対する深い思索を促すんだ。実際日本アニメにおける宗教の扱いは単に物語を面白くするための手法だと思うよ。教会や宗教が悪役として描かれることは本物の信仰や教義に対する批判ではなく、むしろ物語の中で異なる視点や考え方を探求するための一つの方法なんだ。日本アニメが宗教的な象徴をどのように取り扱っているかには様々な解釈が存在します。宗教的なテーマを扱う際、多くの作品ではこれが実生活での信仰と直接関連しているわけではなく、むしろ作者の創造的な自由の表現として用いられます。実際の宗教的な信念や教義よりも物語を豊かにするための要素として機能しています。日本の宗教的な背景は本当にユニークだよ。神道や仏教の影響を受けてアニメ制作者たちは宗教的なテーマを自由に再解釈して、時には全く新しい宗教的な枠組みを創出することもある。これは彼らが独自の文化的な視点から物語を語る能力を示しているんだ。日本アニメのこのような特徴は東洋と西洋の宗教観の違いからも影響を受けています。日本における宗教的な融合、特に神道と仏教の組み合わせは長い歴史を持ち、非常に複雑で多様なものです。これらの宗教観はアニメ作品において宗教的なテーマをどのように扱うかに影響を与えています。このアニメのアプローチは宗教が我々の日常生活にどのように組み込まれているか、また我々がそれにどう反応しているかについて考えさせられるものだよ。時には宗教や信仰に対する批判や風刺を含んでいるかもしれないけれど、それもまた文化的な対話の一部として重要な役割を果たしているんだ。結局のところ日本アニメにおける宗教や天使の描写は文化間の違いや類似点を探求する貴重な手段です。これらの描写は単に物語を豊かにするだけでなく、宗教や信仰に対する我々の理解を深め、異なる視点を受け入れることの重要性を教えてくれます。だからこそアニメはただのエンターテインメント以上のものと言えるんだ。それは異文化間の理解を深めるための窓であり、私たちが持つ様々な信仰や価値観に対してオープンマインドでいることの大切さを教えてくれるんだ。たくさんのアニメを見てきたけど、日本のアニメや漫画にキリスト教のイメージが豊富に使われているのを見て本当に驚いたよ。悪魔のイメージがクールに描かれることが多いし、キリスト教はアニメの中で一種のモデルとして使われている気がする。
日本アニメにおける教会や天使の悪役化は歴史的および文化的な背景に深く根ざしています。特にキリスト教宣教師の日本改宗の試みやキリスト教ヨーロッパ勢力の過去の圧力は日本におけるキリスト教のイメージに影響を与えています。同様にアメリカでは異なるグループが悪者として描かれることがありますが、日本アニメではキリスト教が悪役として扱われることがあります。これは日本の主要な宗教である神道や仏教との関連性から来ています。さらに日本では多くの人が無神論者であるにもかかわらず、キリスト教のイメージや象徴がアニメや漫画で広く使用されています。これはキリスト教を含む宗教的要素が物語に深みを与え、視聴者に新たな視点を提供するために使われるからです。例えばナルトではイルカの、あいつはもう人の心の苦しみを知っているとナルトに対して言ったことで、ナルトはどんなに苦しい戦いがあっても他者への許しの視点を持ち続けています。この許しがイエス・キリストによる許しと重ねて見ている人もいます。ファンタジーアニメが中世ヨーロッパの建築を模していることが多いのもキリスト教が十字軍と結びついて知られているからかもしれないね。アニメにおける教会の悪役化は歴史的な背景を考えれば驚くことではないよ。またアニメが日本を舞台にしている場合、悪役として描かれるのはキリスト教の教会よりも日本の神社の方が一般的です。これは宗教的な象徴や悪役の選択が文化的な背景や歴史的な経緯に基づいていることを示しています。キリスト教がアニメでモデルとして使われることは必ずしも悪役を意味するわけではなく、多くの場合善人や中立的なキャラクターとして描かれています。でもやっぱりアニメで宗教的なテーマが扱われるときはただの物語の要素としてではなく、もっと深いメッセージや反省点が含まれていることが多いように感じる。それがアニメの魅力の一つだよね。宗教的な象徴がアニメに登場するとき、それは単にデザインの選択以上の意味を持つことがよくある。キリスト教の象徴が豊富に使われることによってアニメは視聴者に対してより深い思索を促す。これがアニメが単なるエンターテインメントを超えて文化や宗教に対する新たな理解を提供することができる理由だよ。そして日本アニメが宗教的なテーマを扱う理由は単に歴史的な経緯や文化的な背景だけでなく、創造性や表現の自由を最大限に活用する試みでもあります。アニメ制作者たちは宗教的な象徴や教義を素材として用いることで一般的な視聴者が期待しないような新しい物語やキャラクターを生み出しています。その結果、宗教的なテーマを含むアニメ作品は多様な視点から物語を探求し、視聴者に対して思考の余地を提供する独特の魅力を持っています。アニメが宗教的なテーマを使うことによって異文化間の橋渡しや理解の促進に貢献できると思う。それは視聴者が自分の信じるものや世界に対する見方を再考するきっかけを与えるんだ。さらに日本のアニメにおいて教会や天使が悪役として描かれることは歴史的な背景が強く影響しています。1600年代に始まり200年以上にわたるキリスト教の禁止と迫害の時代がありました。それにもかかわらず宣教師たちは密かに日本に入り込み人々を改宗させようとしました。この複雑な歴史がキリスト教に対する日本の文化的な感覚を形成しています。現在キリスト教は日本で少数派の宗教でありながらも、クリスマスや西洋式の結婚式など特定の文化的要素は採用されています。私がアニメをたくさん見てきて感じたことは、日本のアニメや漫画が宗教的なイメージをうまく取り入れている点だ。特にキリスト教のイメージは物語に深みを与えるための素材として豊富に利用されている。アニメにおける宗教の利用は日本独自の神道や仏教だけでなく、キリスト教からも多くの要素が取り入れられています。それらの宗教的要素は悪魔の召喚や邪悪な司祭、カルト信者など多様な形で物語に組み込まれ、視聴者に新たな視点を提供しています。神道からは妖怪や精神の崇拝、伝説、神話など芸術的な観点から見て素材の宝庫となっています。一方キリスト教からは天使や悪魔、聖書の物語、ゴシック様式のイメージなど文学的な宝庫が提供されています。キリスト教徒としてアニメを使って人々をキリストに導く可能性があると思う。ナルトのような作品はキリスト教徒ではないかもしれないが、その教えは非常にキリスト教的だ。また日本が世界で2番目に高い無神論者の人口を有しているとされる中、アニメを通じて日本人が宗教、
特にキリスト教をどれほど芸術的な観点から価値づけしているかが明確に示されています。例えばエヴァンゲリオンやフェイトシリーズはキリスト教を題材にしたストーリーテリングの素晴らしい例として挙げられます。エヴァに出てくる用語の8割はキリスト教由来で、エヴァンゲリオン自体もギリシャ語で福音を意味しています。フェイトはストーリーの中心として出てくる聖杯がキリスト教の伝説で出てくるものです。このようにこれらの作品は宗教的なテーマを深く掘り下げ、視聴者に強烈な印象を与えています。教会が愛と平和の象徴であるにもかかわらず、アニメではたびたび異なる役割を果たしているのを見ると魅力的な皮肉を感じるよ。日本のゲームやアニメに登場する教会に対する海外の反応もこの視点から注目されています。宗教がストーリー内でどのように描かれるかは、文化や社会に対する深い洞察を提供することができます。例えばドラゴンクエスト11では教会が重要な役割を果たしており、キリスト教徒の視点から見るとこの描写は興味深いものです。キリスト教徒としてアニメやゲームがどのようにキリスト教のテーマを取り入れ、それを通じて人々を啓蒙する可能性を持っているかについてすごく興味深く感じるよ。アニメやゲームにおける教会の描写はダンジョンズ&ドラゴンズの初期キャンペーンや80年代の宗教原理主義者からの攻撃を受けていたゲームの歴史にまで遡ることができます。これらの設定は邪悪な神々とそれを崇拝する組織的な宗教を中心に構築されていました。日本のゲームにこの歴史がどの程度当てはまるかは不明ですが、神的な悪役が一般的なため教会が悪役として描かれることがより多く見られます。教会や宗教がゲームやアニメでどのように描かれているかを見ると、クロノトリガーやドラゴンクエストとか教会を中立的あるいは肯定的に描いている例ってたくさんあるよね。アニメやゲームにおける教会の描写は信仰を単純化したものではなく、物語の進行やキャラクター構築において重要な役割を果たしています。エヴァンゲリオンを初めて見る際、キリスト教のシンボルをただの装飾として見るよう勧められたよ。日本のアニメやゲームの宗教的な象徴は実際の宗教よりも物語を豊かにするための道具として用いられているように思えたね。日本のアニメやゲームにおいて宗教、特にキリスト教の象徴が頻繁に用いられるのは、それらが単に興味深い要素として認識されているからです。宗教的なシンボルが誤って解釈されることは確かに問題を引き起こす可能性がありますが、クリエイターはしばしば社会の流行や人気のトピックに沿って物語を構築します。例えば吸血鬼のブームが見られるとき、それに関連した作品が増える傾向にあります。これと同様に宗教的なテーマやキャラクターも物語に深みや背景を加えるために用いられます。日本のアニメやゲームにおける宗教の扱いは文化や宗教に対する一般的な態度を反映しています。多くの日本人が精神的ではあっても宗教的ではないと感じられるのは、宗教が厳格な規則に縛られるのではなく、むしろ文化的な要素として受け入れられているからです。この柔軟性がアニメやゲームでの宗教的なテーマの自由な解釈と使用を可能にしています。日本のアニメやゲームが宗教をどのように描くかには常に興味があるな。西洋の観点から見ると時に奇妙に思えることもあるけど、それは異文化間の違いを探求する魅力の一つだよね。セクシーな修女や悪魔を抱く教会などの描写は特に日本独自の解釈を感じるな。また宗教、特にキリスト教の象徴が日本のゲームやアニメに頻繁に登場する理由はその普及度と認知度にあります。例えばゼルダの伝説シリーズでは独自の神話体系が展開されていますが、その背景にはキリスト教やギリシャ神話などの影響も見られます。このような宗教的シンボルの使用は物語に深みを与え、プレイヤーに強い印象を残します。ゼルダや悪魔城ドラキュラのようなゲームで宗教がどう扱われているかを見ると、宗教がゲーム内でどれほど強力なテーマになっているかがわかるんだ。日本人が宗教、特に仏教や神道を世俗的なニーズのために利用する傾向にあるのもアニメやゲームにおける宗教的テーマの取り扱いに影響を与えています。葬儀や結婚式など人生の重要な節目で宗教的な儀式が行われることは、これらの儀式が文化的なものとして受け入れられていることを示しています。サイレントヒルのような致命的なフレームゲームが人間の犠牲を伴う宗教的カルトを描いていることにも注目だよね。これらのテーマは日本のゲームやアニメが西洋の教会やカルトに対して持つ腐敗や戦争犯罪といったネガティブなイメージを反映しているのかもしれないね。
日本のアニメやゲームはキリスト教の旧約聖書の要素を取り入れ、作品に深みを持たしています。主人公の敵として強大な存在が必要な場合、ストーリー上の都合で教会や天使が悪役として描かれるし、伝統的なキリスト教の権威への批判として信仰する民を抑圧する様子を描き、権威の腐敗を表現する。クリエイターごとに独自の設定やテーマに基づくため、作品によって善悪は異なるが、物語の世界をより豊かなものにしています。今回は日本アニメの教会や天使はなぜ悪役なのかについて見てきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。